ライン演習作戦とは、第二次世界大戦中のドイツ海軍の作戦名の一つを指す。ドイツの大河であるライン側に由来する。ライン演習作戦。赤の線はゴーテンハーフェンを出て北欧沿岸を進み、イギリスを迂回してグリーンランドアイスランド間のデンマーク海峡から大西洋へ抜けようとしたビスマルクとプリンツオイゲンの航路。黄色の線はこれを阻もうとしたイギリス艦隊の 航路作戦目的は、大西洋上で、水上艦隊により、英国本土への補給を断つことにある。このために、ドイツ海軍軍令部は、巡洋戦艦シャルンホルストとグナイゼナウ、戦艦ビスマルク、ティルピッツ、十十二洋艦プリンツオイゲン等の戦艦や、巡洋艦を、通称破壊戦に投入するプランを作成していた。しかし、シャルンホルストは、 先の通商破壊戦の結果期間の大修理が必要であり、グナイゼナウもブレスト港内で英軍の航空機攻撃を受けて長期の修理が必要となった。また、ゲルピッツは訓練中で4ヶ月以上先の収益予定であった。そのため、ドイツ艦隊の戦力の充足の後、少なくともシャルンホルストの修理後に艦隊の出撃を司令長官。 ギュンター・リュッチェンス中将に要請した。しかし、徐々に増強される、英艦隊、高位度地方特有の短くなる夜、アメリカ参戦の可能性、地中海の英海軍のおびき出しの可能性を主張する、海軍総司令官、エイリヒレーダー元水の指令で、ビスマルクとプリンツオイゲンの2艦のみで、1941年5月18日に、ゴーテンハーフェンをヒトラーの不安をよそに出撃した。 24日、デンマーク海峡で、戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、巡洋戦艦、フット、駆逐艦4隻からなるイギリス艦隊と遭遇し、戦闘となった。この戦闘で、ビスマルクはフットを撃沈したが、自らも被弾して、小さくない損傷を受けてしまった。この被害による燃料タンクの破損から、大西洋での通商破壊作戦は中止された。このスマルクは、 イギリス海軍の追撃を受け、25日作後により、無線封鎖を解除した結果26日基地飛行艇に発見され、さらにジブラルタル艦隊の空母アークロイアル機からの攻撃により火事にひかめなりし、操打不能に陥った。27日に衛水上艦隊に捕捉される。A 戦艦、ロドニー、キング・ジョージ5世、英巡洋艦サフォーク、ドーセットシャートの放線の後、 英順洋艦ドーセットシャーからの来撃を受けたが、沈没には至らなかった。しかし、航行不能となったためビスマルクは自陳する。なお、プリンツオイゲンは24日にビスマルクと別れ、6月1日にブレストに寄港している。戦闘については、ビスマルクの行が詳しい。ありがとうございます。